あの、いや、教えておられる先生方へのね、あのメッセージというか、アドバイスなんですけど、今これもう本当に情報が飛び交ってる、あらゆる分野でどんどん情報が飛び交ってる時代で、一年経ったら本当に教科書が古くなってしまうような、極端に言えば時代ですよね。だから世の中にはもうわからないことが百。 分かっていいいいいるるぐらののつもりでいるのが正しいと思います例えば生徒さんが何か質問してきてそれは自分は答えを持ってない分からないって思ったらもうそれはもう率直にそれ先生知らんわと知らないから一緒に調べようとあの私ねあの、まあ、一応プロの研究者として専門外の方々一般市民も含めて市民講座みたいなそういうところで講演することよくあるんですけど。 そういうなんていうか、全くの専門外の方々が。結構鋭い質問をしてくることはよくあるんですね。で私答えられないこと、日曜三半時です。でもね、ここ,こでね。何て言うかな？本当に自信を持ってわからないです。って言えるのが専門家なんですよ。あの逆に言うとね。生徒に対して、そのことは私は知りません。ということは全くネガティブなことではないと思います。むしろわからないから一緒に調べようとなるのが。 いいんじゃないですかね。はい。世の中分かってることばっかりだったら、逆に。何もワクワクしないですよね。うん。そうですね。いくつかあります。三つぐらいかな。一つはですね。人と違ってることを。恐れない。<laughs> あの。 自自分だけののとというか独自のことをやってくださぱり、ね、こう日本ってねものすごく同調圧力の強い社会じゃないですかちょっと人と違ってるとえって思われてなんか是正される方向に力が働くみたいなやっぱり人と違った考え方とかね人とちょっと違った視点を持ってるとか 何か人とちょっと違った習慣を持ってるって全然悪いことじゃないんでそういう人と違うことをいとわないって言ったらいいんでしょうかねそういう態度って大事だと思いますよ、はい、もう一つはねあの今高校生だとして将来どこの段階でもいいからどこかで外国行ってくださいという感じですね。私それを強く言いたいたですあの 2年でも3年でももっと長くてもいいんですけど最低でも1年ぐらい何らかの立場を持ってですよ住ん外国に住むと留学でもいいしそのプロとして何か一度外国で仕事をするんでもいいしあのどういう分野に行くにせよですね実は私自身がアメリカに24年もいたんですよ。私ののの科学者としてのキャリアの実は 一番長いのはアメリカなんですけどやっぱりそ,そうやって外にいることで見えてくる日本の良さっていうのもね逆に見えてくるしもちろん日本の悪いところも見えてくるしやっぱりそういう視野を養うという意味でも一度は外国に住みましょうっていうのは私のメッセージの一つですね。それからあの特に研究に興味を持った人に言いたいのは。 その真実は仮説よりきなりとで科学的な仮説ですよねハイポテシス仮説で大抵ですねあの実際の科学的な意味での真実って自分が思い描いてた仮説よりも不思議なんですよそれが私の経験でもあるしまあアドバイスでもあるというんですかねこう 研究をやっていく上では仮説を立ててそれを反証するなり実証するなりそれ非常に重要なまあプロセスでもあり仮説を磨いていくことがサイエンスの最終的なゴールででもあるわけですよだから仮説はすごく大事なんですけどでも科学的な仮説っていうのはもしかしたら明日塗り替えられるかもしれないっていう一種の謙虚さですよね。自分の目の目前にあるデータはないし 実験をやったら実験結果でもいいし観察結果でもいいんですけどそっちがやっぱり上なんですねか仮説っていうのは人間が小さな頭で考えたストーリーにすぎないのでそれが私の自分自身への戒めでもあり座右の銘でもあるんですけどはいそれも一つのメッセージかな <laughs> そんなとこですかねええー。